僕大学を辞めようと思います。思います。なぜかと言いますと、大学の授業そして課題などがですね、めんどくさすぎてですね、ストレスになってるんですね。自分のストレスになってしまっているんです。そしてストレスになっている原因として、適当にっていうか、とりあえず受かった大学にとりあえず入ったっていうのが原因ですね。そりゃそうなりますよね。だって適当に入ったんだから、別にやりたいことも特にあるわけでもなく、ただ線路に乗っかって大学に入学してしまったわけですそしてコロナというものがあり、自粛期間でですね、オンライン授業になったために、脳を使って考えるということをよくするようになりまして、考えていると、俺はなぜ大学に行っているのだろう、多分就職するためなのかなとか思ってまして、まあなんかそれだけの就職はまあ大事ですが、まあ、他にも僕は時間を使うところを間違えてるんじゃないのかとちょっと思っちゃってますね。もっと他に本当はやりたいことがあるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。実際やりたいこともありますしね。大学を辞めるとなると、やっぱり大学の友達と会う機会が、まあ今オンラインだから会う機会あんまないんだけど、週一で実験があるわけですよ。僕理系で週一で実験がありまして、その実験っていうのがまあオフラインでやる実験ですね。でその時に2人で1ペアで実験をやるわけです。その2人で1ペアで、僕がもし大学を辞めてしまうと、そのもう1人のペアの子が迷惑になってしまうわけですよ。まあ、そこがちょっと辞める時の問題点かなと思ってて、その子が1人で実験をするとなるとかわいそうなんですよね。そこはどうすればいいかちょっと悩んでるんですけど、まあ、だから大学を辞めてもその実験だけ2人で1ペアだから行ってあげるっていうのが、まあ、正解なんじゃないかなと思いますね。だから大学辞めてるからなんでお前いいのってなるかもしれませんが、まあ、この子が1人だからかわいそうなんで僕も来てあげてますみたいな理由で言ってあげれば多分通用するのではないかと僕は想像しております。でですね、辞めるとやっぱ僕から何もなくなるわけです。そうですね、まあ学歴っていうか学生という職業なんですが、今その学生という職業はまあなくなるわけなんで結構不安ですよね。まあ、なんとか なるということは分かってます。はい。そして人生って終わりがあるわけです。その人生を僕は楽しみたいと思います。大学が楽しいならいいと思いますが、僕は大学がオンライン授業になってなんかいろいろ考えてなんかやる気なくなっちゃって、もうやる気なくなったっていうか別に元からやる気ないですけど、まあ、その授業にあまり僕の
僕と合わなかったみたいで、はい、だからちょっとやめます、大学。それが多分正解ですね。正解なんてないんだよ、僕の中での正解です。僕の人生は僕が決めるということで、まあ大学を辞めるか辞めないか悩んでるあなた、悩んでる時点でもうそういうことですよ。あ、まあその悩む理由にもよりますけどね、はい。まあ、僕みたいなちょっとやりがいっていうか、ちょっとなんかやりたくないみたいな理由なら、まあまあまあそれはあなたが決めてくださいってことで、じゃあなじゃあなは良くないってことで、さよなら。